さあ来ました。何かが。今度こそあれかな。じゃじゃーん。なんだろうこれ。ちょっとレンズじゃない感じ。ちょっと名家のレンズ来ると思ってたんだけど、なんかある意味もっと嬉しいものが来てしまいました。ホリーランドのマーズ X。やば。これは待望でした。これいつもブラックマジックの小部屋で、紹介している自撮りするときに使っているワイヤレストランスミッターの、ポータブル版というか何て言うんですかね、スマホデバイスでのモニタリングに特化したポータブルバージョンなんですけど、ホリーランドのワイヤレストランスミッターがあまりにも素晴らしすぎて、めっちゃ気に入ったんでこのマーズ X も速攻ポチろうと思ったんですけど、在庫が全然なくて買えないなと困ってたら、ホリーランドさんにこっちも送ってもらえちゃいました。いや、ありがたい。これはね、ほんとありがたい。これでね、α7R4 が本当に最強の Vlog カメラにできないかなと目論んでます。さあ、その前に野菜ジュースをいただきますが、バナナ復活。冷凍バナナ、人参、トマト、キウイ、ブロッコリー、アボカド、プルーン、そしてブルーベリー。このくらいでいかがでしょうか。ちょっとね、やっぱりアボカドがね、すごいねっちょり感出しちゃうので、どうやってジュースさを出すのかが課題ですね。さあ、じゃあ今日こそ一発いけるかな。シャカシャカしないでいけるとベストなんですけど。どうだろう。ちょっと今日完璧。途中で一回外すことなく、一発で。いい感じに。おー。スムーズな野菜ジュースできました。てか、ほとんどスムージーですけどね。ちょっとまだホットケーキ焼き中ですが、まずは一杯いただきます。うん。やっぱりバナナ偉大。うまいです。いや、めっちゃいい天気。今日もちゃんと歩きますよ。やっぱこのペースをね、維持するっていうのが非常に重要なんで、ちゃんと毎日ちょっとずつでも歩くことで体力維持を狙います。いや、だいぶいつもよりも結構早い感じで海まで出てこれたな。あんまり散歩だからそんなショートカットを見つけてどうするんだって話もありますけど、とりあえず日が落ちる前までに海まで来たかったんですよね。今日は人もいないのもあるけど、結構空がね、青空なんですよね。だからこの青空の中でマービックミニ飛ばしたかったっていうのが今日最後なんで、明日また返しちゃうんで、なんとかこの青空で飛ばせそうでよかったです。ここ満ちちゃって、こっからずっと歩いてって、あそこの先で飛ばそうと思ったんですけども、潮が満ちちゃってちょっと歩いていけそうにないですね。また今日もこっから飛ばしますか。もうちょっとできれば、ちょっと昨日とは違うアングルも試してみたい気はするんですけど、これね、危ない、滑る。これちょっと無理かな。この間はおっちょっと事件、今ここめっちゃ苔でヌルヌルしてて、わからないと思いますけど、右足完全に足首まで水に浸かりました。この今スニーカーびちょ濡れです。めっちゃ気持ち悪い。ダメだ、退散っていうか、危ない。転がんなくてよかった。ここがもう全然ヌルヌル、危ない。むしろ早めに、ここに完全に足取られました。普通に足濡れた。辛いなこれ、気持ち悪い。ああ、もう家に帰りたい。これちょっと気分的にはドローン飛ばすっていう感じよりも、もう本当に早く家に帰って足を洗いたいっていう、めっちゃそんな気分になってますけど、ちょっと気持ち切り替えるか。うわ、しかも砂場だから、うわ、ほらほら、もう濡れてるから砂が完全にくっついちゃって、どうしよう。黒さの違い分かりますかね。濡れてる方、濡れてない方。靴下まで完全びっちょりだからな、辛いっす。せめてもの救いはズボンが濡れなかったことぐらいですかね。いや、言っても海沿いだからそれなりに風はありますけど、今日ぐらい穏やかだともうほんと安定して飛ばせますね。このポケットにあるサイズ感でこの安定感が出るのはやっぱ素晴らしい。ああ、見てください、これ一目瞭然。こっちがもう濡れてるから砂だらけになっちゃった。さあ、じゃあ今日もちょっとまたこの会津藩士の墓参道新散歩コースで行くけど、ちょっとここ本当に暗くて怖いっすね。まだ日が暮れてないからいいけど、 iPhone で見た方がほんと明るい。足、木の階段が結構また外すとずるっといきそう。この足元が結構やばいです。さあ、結構あんだよね、こっから。今日はもうずっと iPhone の外カメラ、自撮りのこの自撮りも外カメラ使ってます。やっぱりね、外カメラの写りが良すぎる。インカメラやっぱりちょっと良くないんで、自撮りもできるだけ外カメラ使っていこうかなという。あ、これ喋ってらんない。わわわわ、見えたかな。ちょっと見えないですけど、リスが2匹たーって駆け上がって、あっちにもいるな。あそこにいるじゃん。今飛んだの、いっぱいいる。リスめちゃくちゃいる。リスがもう5、6匹じゃ効かないぐらい。これ、こっち見えてるから。ここにいるの分かりますか。真ん中画面の行っちゃった。あっちにもめっちゃリスいますね。可愛いけど、こういうのあんまり野生だとあれなんですよね、触っちゃいけない的な。ここ結構入り口が本当にここ通るのっていうところだから、一瞬ビビって躊躇して帰ってしまう人がいそう。ここにこの参道を通り抜けないと会津藩士の墓にたどり着けませんので要注意。これ昨日行かなかったけど、こっち行くとどこ行くんだろう。結構家の近所だけど、本当に45年一度も来たことのない、家から徒歩20分ぐらいのエリア。なんかあれかな、もともと学校だったのをなんか総合型地域スポーツクラブって書いてあるんで、スポーツクラブに変えたのかもしれないですね。これこのままずんずん進んでいっちゃって、どこに行くんだろう。ローソン側に降りてくれるとベストなんですけど、そんな都合がいい感じで行くのかな。結構未知のエリアです。しかし iPhone の外カメラ綺麗に撮れるな。ちょっともう廃校っぽいですけど、上野台中学ってここにあったんだ。名前だけはちっちゃい頃から聞いたことあるけど、でも完全に使ってない感じしますね。やばい、これ完全に違う方だ。ちょっとさすがにビビって Google マップ見たら、やっぱりこのまま行ったら大変なところに、全然違う方に、むしろ戻っていく方に帰っちゃうから引き返します。結構歩いちゃったから戻ってくの大変でしたが、ようやくこの階段にこれほんと怖いな。結構見晴らしすごいですよ。なんかドリパパは何でもこれを毎日自分で朝登ることによって、下から登り上がることによってその日の体調を見極めてるらしいです。なんか俺はノンストップで登ってるって朝豪語してました。これね、これノンストップで登るの結構正気の沙汰じゃないと思うけど、相当元気。まあ、僕より確実に体力あるからな。しつこいですけど、最近僕はもうこの外撮りしてる時にすっかり iPhone しか使わなくなってることはうすうすお気づきの方多いかと思いますけど、もうなんかだんだんね風切り音がする状況が予測できるようになってきたから、もう内蔵マイクもちょっと使いにくいなと思ってたんですけど、あ、これ風来るなと思ったらあえてもう少し時間を待つ。で風切り音乗らない程度の風になったところでおもむろに喋るっていう技を覚えたら、もうほんと内蔵マイクと iPhone だけで、外の動画はもうほぼ問題なく撮れるようになってしまって、しかもね空振れしてちょっと調整しようかなとも思うんですけど、やっぱ iPhone デフォルトがねすごいダイナミックレンジ広くて、もうチューニングされきってる感じで、下手に調整するとちょっとねダイナミックレンジがなんか狭くなっちゃうみたいな感じになるんで、もうほんと最近の外撮り iPhone 動画は完全取って出しって感じですね。今日もやってきました。これが最後の難関、歩いてきますよ。正直もう今日はねローソンもクリエイトも買うものはなかったんですけど、どうしても水分だけ炭治郎だけ補給したくて、ただねここら辺の自動販売機が全部スイカ使えないんで、結局それを買いにローソンまで行ったら、結局いろいろもう晩ご飯ローソンのおかず買えばいいやってことで、なんかもういろいろ買っちゃいました。これ危険ですよね、毎日コンビニ行くわな。でも確実に体力ついてる気がする。ここまで結構スッと上がってこれた。やっぱ毎日歩くの全然違いますね。まだここはノンストップで行ける勢い。歯入ってるけど切ない。靴が砂だらけです。さあもうちょいで僕のヒットポイント回復ポイント、ここで回復できる、勝手に決めてるけど、ここに来れば、勝ったも同然。じゃじゃーん。実は今日は炭治郎じゃなく善逸です。いただきます。うまい。じゃん。すいません、今日開封する予定だったこのマーズ X、 ちょっと今日ね余裕ない。ドローンのデータが半分吹っ飛んでたのがちょっとあまりにもショックすぎて、今ダメージがでかいんで、これ明日以降明日開封することにしますんで、ちょっと今日は、ドローンの映像をお楽しみいただければ。ドローンもちょっとしか撮れなかったんですけど、ちょっと明日の散財日記でこちら紹介しようと思ってます。ちゃんとねこういうものも事前に買っておいて、かなり準備万端だったんで気合入ってるんですけど、もう今日はここまでということで、また明日の散財日記よろしくお願いします。